改札とホームでは封筒らしきものを手にしている。確かに持ってます、持ってます。死の直前の映像では消えてる。よくこんなのに気づきましたね、龍崎。そんな暇くれねくせに。よーろい、氷結の錬金術師の身柄拘束とはとんだ命令で災難だったな。それともセントラル護衛店のチャンスか。おお、もしかして君たちエルリック兄弟か。いや、最年少の国家錬金術師に会えるとは光栄だな。俺はマース・ヒューズ、チルサだ。僕は弟のアルフォース・エルリックです。なに、そっちが鋼の錬金術師だったのか。まったく、図体ばかりでかくなりやがって。小さい頃は父さん父さんって可愛かったのにな。レオリオさんはなんでハンターになりたいの。俺か。俺の目的はズバリ金さ。金さえありゃ何でも手に入るからな。でかい家、いい車、うまい酒。どけ、今お前を相手している暇はない。暇？おめえにゃ俺以上にいっぱい暇はあるじゃねえか。ほう、鋭い、いい目をするようになったな。だがそのような眼差しを持つ者が俺に会ったとき、そいつは早死にする。イエーガー先生か。まあ確かにな、前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴らは別だよ。それが俺の存在理由だからです。黒いものはより黒く、清いものすら黒く黒く染める。そうすることで母さんは美しく輝き続ける。すべてはあなたへの愛ゆえ。こっちだ。ここでやらなきゃ俺は誰も認めてもらえない。仕留めてやる、この一番盛りで。私は王の座に興味はない。しかし病の根絶につながるのなら、より多くの民が救われるのなら、喜んで王となろう。ガチャ。杯さんがあんたを見つけて恩出せってよ。やりやすか。勘弁してよ。やだぜ俺。まだ2年か。ありゃ悪夢だった。世界がなくなるところだったんだ。俺ら死んだのせいでよ。真面目な話、どんだけ償えばいいんだろうな。そうか、うん、ならいい。あまりにも荒唐無稽でかっこよすぎる。第一、私はヒーローって柄じゃないし、何しろ性格は欠点だらけ、過ちの数々も知れ渡ってるし。メモ通りに読むんだ。分かった。真実は私がアイアンマンだ。頭からやっちゃダメだ。それじゃあ相手がぼーっとして次の痛みを感じる。な？会いたがってたろ。来てやった。お前の反応を見てた。期待通りだったぞ。お前のせいで5人が死んだ。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。人払いしといたんや。これでも気ぃ使うてるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。
残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっと王家を未来ごと潰せる。そりゃわざわざご足労だな。でももうあんたは俺のリーダーじゃない。ああ、お前は奪われたチェスの子はボード上から退場した存在。もう何の役に立ったんだ。悪いが俺はこれでも人気者だな。みんながまだ俺を頼りにしてるんだ。そうか、フェードアウトはできねえ。記憶して邪魔するぞと。お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔鋼の目。ボディーガードも仕事のうちでしょ？ね、何でも屋さん。あ？ん？私の勘、当たるの。ボディーガード、お願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート一回。え？やっぱり本物かよ。クラスはファーストいくらなんでもファーストってお前よ。だってよ。またな、相棒。